DNBASA は、ノルウェーの最大の金融会社。DNB はリテール向けの商業銀行の他に、投資銀行業務や、保険、資産運用業務も手掛ける。DNB グループは、中核企業として、DNB BankASA、バイタルフォーシークリング、ノルドランドスバンケン、クレスコ、ポストバンケン、ドラムベースのオール、カールシンのブランド名で事業を展開する。 DNB の本社はオスロにある。2011年11月にドラムンベースノアから DNB に改称した。DNB の株式はオスロ証券取引所に上場されており、OBX 指数採用銘柄の一つになっているが、ノルウェー政府の管理のため、ノルウェー財務省が同社株式の34%を保有する筆頭株主に、 ついで、第2位の株主に、財団法人のスペアバンクスティフトルスンドラムンベース、ノアが10.03%保有している。DNB のロゴベルゲンにあるポストバンケンボードにある、ノルッドランドスバンケンの本社、DNB バンクはノルウェー至るところに拠点を持っている。ポストバンケンとノルッドランドスバンケンの二つは、ドラムンベースノアの子会社ではあるが、 双方とも独自のブランドとオフィスを持つ。ポストバンケンは、ポステンノルガを通して、事業を展開し、ノルドランドスバンケンは、ルールランケンを中心に事業を展開する。DNB バンクは、DNB グループ内最大の企業であり、ノルウェー最大の銀行である。企業やリテール、証券市場、地方公共団体向けに金融サービスを提供する。 投資銀行のドラムンベースノアーマーケット、クレジットカード会社のクレスコ、保険会社のバイタル、不動産会社のドラムンベースノアアイオンドームと、資産運用会社のドラムンベースノアアセット、マネージメントがノルウェーとスウェーデンで事業を展開する。ドラムンベースノアは、ノルウェー国内最大の顧客数を誇り、約230万人の個人顧客。 約20万社の法人顧客、約160万人のインターネットバンキングユーザー、約100万人の年金及び、生命保険加入者、218のノルウェー国内の店舗網を持つ。DNB の事業はノルウェーが中心であるものの、ノルウェーの経済が海運業及び、エネルギー産業中心であることから、ヘルシンキ、コペンハーゲン、ハンブルク、ルクセンブルク、ロンドン、 ニューヨーク、ヒューストン、上海、シンガポールに合わせて、在外13支店を持つほか、スウェーデンには、複数の支店を持つ。デンマーク、フィンランド、ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニアには、ドラムンベースノアとドイツのノルトドイチェランディーズバンクの合弁会社である、ドラムンベースノオールがあり、DNB は、ドラムンベースノオールの株式の51%を、保有する。 ドラムンベースノールは、約93万人の顧客と218の視点を持つ。ドラムンベースノールは収益を増やすために、ケーマン諸島にて資産を運用している。一例として、ノルウェー政府がソブリンウェルスファンドである、ノルウェー政府年金基金の資産を、ラスベガスのカジノに投資するために、約5億ノルウェークローネをそこに移したことがある。 DNB の歴史は1822年にクリスチャーニアスペアバンクが創業したことから始まる。ギエンシジュ、バーガンズプライベートバンク、デンノルスキークレジットバンク、フェルスバンケン、バーガンズクレジットバンクといった複数の会社が源流となっているが、それらの企業を買収していき2003年に現在のグループを形成していった。ありがとうございます。